こんにちは、ノクさん。ステーキングの引退、ご決断ですね。まあ、こういったことがあって、結局、暗号通貨市場が日本ではなかなか開拓しないというところもあるのかなと思いますね。まあ、IT の開発とか、アプリの開発とか、こういったもんで、日本はチャンスがあったのになかなか先んじることができなかった。結局、GAFA という海外勢力に押されて、私たち日本国内ではですね、SNS といえば、ミクシーではなくて、Facebook になってしまいましたし、Twitter に変わるようなサービスは結局出ませんでしたね。その他、検索サービス、Google、やっぱり対抗できるものはありませんでした。Yahoo Japan がね、なんとか頑張ってくれてますけどね。いやいや、苦しいですね。この中で、暗号通貨ってのは非常に大きい、経済的なチャンスだったと思うんですけども、暗号通貨王国として日本が世界を牽引するチャンスはこれでだいぶなくなったんじゃないかなというふうに思います。で、この上ですね、私たちがチャンスを見出そうとする業界が次から次へと潰されてですね、思えば2005年6年あたりでしたかね、ライブダーショックっていうのがありまして、まあいろんな時代を変えようとするときに、長期的に見れば我が国日本に有利なことでも、短期的な目でしか見れない既得権益者、例えば自分が生きてる間はあいつらに顔を出させちゃいけないとか、自分が生きてる間は自分の地位を守りたいという人がいる限り、なかなかリノベーションってのは起きそうないですね。まあ、それこそね、そういった旧世代と新世代の対立が激化すると戦争にもなるのかもしれませんし、クーデターってことにもなるのかもしれませんけども、ビジネス的クーデターってのはなかなかね起きないところだと思います。いや、妙なことばっかり申し上げましたけども、ステーキングっていう素晴らしいサービスにまでこうやって足かせ手かせがついてしまうと、いや本当にこれから何をしていけばいいのかということが本当に危ぶまれますね。まあ、ノクさんお疲れ様でございます。まあ、ノクさんもね相当な体の枝ホルダーですから、まあ、これから安全に過ごしていただきたいなと思いますね。やっぱりこうあれですかね、派手に跳ねると潰されるというそういうふうな構造は今も昔も変わらないのかもしれません。おとなしくしてましょうか。あ、どうもレポートありがとうございました。お疲れ様でした。